海高丸は東京海洋大学海洋科学部が保有する練習船、海洋調査船である。本項目では2000年に就航した4代目を取り扱う。春海不等に接岸中の本船1973年に就航した海高丸の大船として三井造船玉の事業所で建造され2000年に竣工した。歴代の海高丸では練習船として 水産学と水産業に関連する船舶の運用について、高度な知識と技術を有する学生の育成を目的として、乗船実習が行われてきた。学生の乗船実習では、水産学、海洋学の総合的な研究方法及び、観測調査の基礎的技術の習得に重点が置かれており、本船においても公開実習、各種漁業実習、 海洋観測実習の充実が求められた。また、本船の建造時期においては、地球環境問題、海洋開発、海洋生物資源などへの科学的関心の高まりから、海洋調査船として、調査研究において主導的な役割を担うため、最先端の調査機器を搭載することも要求された。以上の要求から、元船は、海洋環境と水産業の未来を開く。 練習船として、21世紀の水産、海洋、地球環境の各研究分野の発展を担う、人材を広く育成するため、夏季の目標を掲げて建造された。太平洋、インド洋、南平洋等々で、乗船実習教育及び調査研究を実施すると、共に、水産専攻科学生には、遠洋公開を通して、高度な会議教育を行っている。マグロハイナワ装置、 トロール量装置 ARGOV だ各種計測装置を有している。南極海観測公開を行っており、日本の南極観測隊との共同観測も行っている。初代は1956年に民間に売却、改名。後1967年にフィリピンに売却。二代目海高丸が南極観測戦争屋に随伴した様子が、 ドキュメント映画、日本南極地域観測隊の記録南極大陸に残っている。ありがとうございます。